現地の開催が今回の感染者数に影響を与えていない、もしくは因果関係がないとする論拠がありましたらお聞かせください。東京五輪開催により警戒心が緩んでいるとの指摘も報じられていますが、いろんな人がいろんなご意見を言っていることは承知しています。人流は減少傾向にあり、さらにこの人流を傾向に加速させるためにですね、このオリンピックというのは皆さんご自宅で観戦をしていただいて、6月の参議院の決算委員会の際に今のオリンピックに関連してなんですが、国民の生命と健康を守っていくのが開催の前提だと総理おっしゃいました。今の状態、感染状態というのはその前提にかなっているのでしょうか。前提の中で最大限の努力をしております。ですから現に一番感染の多いと言われた65歳以上の高齢者の皆さんはですね、重症化に行く皆さんはですね、今は 3% を切っている時もあります。そうしたことで対応はできているだろうというふうに思っています。続きまして、イベントに変わらず昨日アドバイザリーボードの中で、総理いつも65歳以上の感染者の数を出されますが、名乗りました。65歳以上の感染者の数を出されますよね、何パーセントっていうのは。そのことが逆に大丈夫だというメッセージになってしまっているのではないかと、政治家の側の危機意識が伝わらないのではないかという指摘が昨日の会議で出たそうなんですが、それについてはどう考えますか。それはいろんな取り方があるんでしょうけれども、今まで一番している部分がワクチンによって大幅に減少しているということは事実でありますから、そうしたことをやはり示していくことも私どもの仕事だと思います。オリンピックの開催が今回の感染者数に影響を与えていない、もしくは因果関係がないとする論拠がありましたらお聞かせください。人流、オリンピックのことについては人流が増えたり、あるいはこの外国人の方から日本にですね、感染が広がるとか、そうしたものを避けるための水際対策というのをしっかりやっておりますので、そこはない、こういうふうに思っています。